そっか塾の久保です。今日はね、こういうの買ってきましたよ。なんか見覚えありませんか、このパッケージ。そう、中にお酒が入ってるみたいですね。まあ普段お酒を飲まない私でも、これチョコレートに入ってるのは懐かしくて食べちゃうことがあるかもしれません。まあでも正直ね、子供の頃ウイスキーボンボンをなんか間違って食べて以来、これに手を出したことはなかったんですよ。中にブランデーが入ってるでしょこれね。今食べたらどんな感じになるんですかね。まあこれ飲酒運転になるんで、もう運転はしないよという前提でね、いただきますけどもね。はい、こんな感じで入っております。結構ね、普通のチョコレートよりもちょっと高かった気がしますよ。もう一個ね、チョコレートがあの抹茶のチョコなんですけども、こちらの方はね、こうウイスキーが入ってるような感じです。ちょっとまあいただきます。ロッテのバッカスっていうらしいですね。お酒が入ってますね。ブランデだ。チョコとブランデって結構組み合わせいいんですよね。あの昔キャバクラに行ってた時に、お酒飲みながらチャームで、チャームってお菓子のね、なんかこう自由にどうぞみたいなのがあるんですけども、結構チョコが入った覚えがありますね。ウイスキーボンボン、ウイスキーボンボンと言わないか、あれチョコレートがウイスキーのボトルの形しますよね。最近ああいうのってなんかちょっと見かけないような気がしますけども、はい、チョコレートもう一個食べてみましょう。結構ね、好きかもしれないし、食べやすいですね。ふわっと、アルコール分 3.2%。 バレンタインデーにこういったチョコのプレゼントいかがでしょうか。まあでも私お酒飲まないんですけども、これだったらね、これだったら大丈夫ですね。結構好きですねこれね。じゃあ今回はですね、ロッテのバッカスなんかの2番、なんだろう、モンドセレクションですかね、なんかわかんないけど2番、はい、じゃあいただきました。またたまに食べようかと思います。それではいってらっしゃい。